いつもジクラス専門チャンネルご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、ジクラス最新買取相場ということで、今日は G63 限定車編ということでお送りしていきたいと思います。10月版です。10月版ですね。最新の買取相場お送りしていきます。G63 はですね、まあ、通常モデルの方もちょっとやっていきたいなと思うんですけれども、やはりね、 G63 通常モデル本当に、パッケージオプションであったりとか、まあ、ハンドル右左だったり、まあ、色であったり内装の色であったりとかっていうので、かなり本当に幅がですね、めちゃくちゃ大きいんですよね。なのでそういったところからですね、まあ、一つちょっとイメージを持っていただきやすいように今日は限定車編ということで、はい、見ていきたいと思います。はい、まず2022年発売された限定車ですね、マグノヒーロー。マグノヒーロー、はい、こちらから見ていきたいと思います。はい、まず走行距離が5000キロ以下になりますと、買取価格2650万円から2750万円。はい、ちなみになんですけれども、はい、これ今5000キロ以下という括りですけれども、はい、これ新古車だった場合どれぐらいになりそうですか？そうですね、うん、そうですね、まあ相場がね、新古車の相場がさ、直近で取引がないので、まあ確実ではないんですけど、まあ大体50から100万円ぐらい、まあ高くなる傾向にあるんじゃないかなとは思いますね。はい、続いて、2022年もう一台の限定車、エディション55ですね。はい、こちらは見ていきたいと思います。はい、走行距離が5000キロ以下になりますと、買取価格2600万円から2650万円となります。こちらの白黒確か2色あったかなと思うんですけれども、はい、その差ってあんまりなさそうですかね。そうですね、まあ物自体がこちらも先ほど同様相場が少ないので、現状でいうと白黒そんなに差はないなという、うん、そういった傾向にあります。はい、続いて2021年式の限定車ですね、20周年アニバーサリー。はい、こちらの走行距離がまず1万キロ以下になりますと、買取価格2480万円から2530万円。はい、続いて走行距離が2万キロ以下になりますと、買取価格2370万円から2420万円となります。はい、続いてですね、2020年式の限定車、マヌファクトゥーアエディション。はい、こちら見ていきたいと思います。はい、まず走行距離が1万キロ以下になりますと、買取価格2250万円から2300万円。はい、続いて走行距離2万キロ以下になりますと、買取価格2150万円から2200万円。はい、続いて、走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格2050万円から2100万円という、はい、感じでございます。はい、そしてもう一台の限定車ですね、ストロンガーザンタイムエディション。はい、こちらの、走行距離がまず2万キロ以下ですと、買取価格1950万円から2050万円。はい、続いて走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格1850万円から1950万円という感じでございます。はい、続いてですね、2019年式の限定車、エディションマットブラック。はい、こちら見ていきたいと思います。はい、走行距離がまず2万キロ以下になりますと、買取価格2050万円から2100万円。はい、続いて走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格1950万円から2000万円。はい、続いて走行距離が4万キロ以下になりますと、買取価格1850万円から1900万円。はい、いう感じでございます。はい、続いて2018年式の限定車、エディション1。ね、こちらの走行距離がまず2万キロ以下になりますと、買取価格1950万円から2000万円。はい、続いて走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格1850万円から1900万円という感じでございます。はい、ということで本日は G63 限定車の買取相場ということで、はい、見ていきましたけれども、はい、今G63限定車乗られていて、はい、もうこれから売却検討されているという方に何か一言
ありますか？そうですね、僕ですね、 G63 限定車すごいね好きじゃないですか。マニアですからね。もうね、全部のこの限定車買い取りたいぐらいですね。なのでね、今もし売却検討されていらっしゃる方おられましたら、ぜひ買い取り査定の方ですね、させていただきたいと思います。もうこれね、本当に63、今聞いていただいて見ていただいて分かると思うんですけれども、うん、1万キロ変わるごとに大体100万円変わってくるんですよ。で、実質まあ1万キロ違うって言っても、例えば18,000キロと21,000キロ、ここでの価格差が要は100万円ぐらいあるというところになりますので、なのでまあ今ですね、売却検討されていらっしゃる方で、まあ実際今乗られてるその自分のですね、63、走行距離だけちょっと気をつけていただいてですね、そこがもう変わるタイミングとかであれば、もう間違いなく今売却された方が絶対いいと思います。で、あともう一つですね、これで年がですね、今2023年なんですけれども、来年2024年になってきますと、またここで1年落ちっていうところが、査定に関してはマイナスにどうしてもなってきてしまうところではありますので、近々で売ろうかなと思われている方はですね、まあ年内買取させてもらった方が間違いなく いいと思いますので、はい。まあ、お気軽にですね、買取査定の方、お問い合わせいただければというふうに思います。ちなみになんですけれども、1万キロ変わるごとで、まあ、63、はい、100万円と幅が大きいですけれども、はい、例えば今1万キロ、まあ、1万7、8000キロ、はいはいはい、乗られている方がいらっしゃったとしたら、はい、さすがに1万、2万キロギリギリまではダメですよね。そうですね。一応この業界で言うと、もう1万9000キロ入った時点で2万キロ扱いっていう繰り上げになってしまうので、実際ですね、2万キロ以下っていう、例えば2万キロ以下っていうところで見ますと、もう走行距離1万8000、どうですかね、まあ800キロ、900キロぐらいまでに、留めてもらうっていう必要がありますので、はい。まあ、あまりこのギリギリの距離というよりかは、まあ少し余裕を持ってですね、見ていただきたいというところと、まあ実際2万キロ以下っていうのが1万8000キロ台っていうところになりますので、そこだけちょっとね、ご注意いただきたいなという点でございます。ということで、今日はですね、G63 限定車編ということで、2023年10月の最新買取相場情報をお送りさせていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。